テッションフライ。社長、やっぱり間近で聞くモーターの音って迫力ありますね。はい、あるでしょ、いいもんでしょ、いいもんですね。音もそう、匂いもそう、食べてなんかね、いいと思いますよ。いいと思います。うっせーな。どうしても会話に入りたくて。やめてもらっていいかな。本当ですか。いや、もうステッカーを持ってきたんですよ。俺持ってへんけど。作りました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さて前回ですね、はい、基本的な調整について伺ってきたんですけれども、うんうん、何か聞いておきたいことありますか。聞いておきたいこと、これを目の前にしてプロペラ以外ということありますかね。プロペラめっちゃ気になりますよ。いいじゃない、別にプロペラじゃなくても一回こたつかなんか準備してもらって一回座ります。ずっと座ってるから座ろうかな。一回座ったら2回でも食べながら母やないや。プロペラ気になりますよ。プロペラって奥深いんすよ本当に。もう現役選手も頭悩ますんで、はい、難しいですよ。形ほとんど一緒というか、まあ、見たら分からないでしょ。分かんないですね。まあ、僕はちょっと気が向いたらペラのこう叩いてみてどんな変化があるのかってまたやってみます。痛い。気が向いたですよ。じゃあ多分肩ももなかな俺の後で。いやもうでも足の裏までももそれはいいよね。大丈夫です、間に合ってます。いや野添さんといえばプロペラじゃない。そうですね、プロペラにもう命をかけてる男ですから。今プロペラしかやってなかったね僕は。いやもうだって全部の回でプロペラって出なかったことないですよね。うん、整備よりまずプロペラって、まあ、僕はですよ。めちゃくちゃ気になります。はい、まあ、気が向けばやってみたいなと思います。いやもう仕事なんでちょっとお願いします。仕事言うなやらない。ちょっと見たいですけど。一回こうやってゲージを当てて中身を確認するんですよね。でどういう構造になってるかっていうのをある程度理解して現状の形がね。でこれを見てハンマーはこれも指定です。レーションにはこれしか置かれてないんでいきます。よいしょ。野添所長、ちょっと言ってください。いやいや、何してるんですか。ペラ叩く。言ったよ。いや言ったよ。こんなスピーディーにやってると思わないから。からこういうのを当てながら形を確認しながらパッケージを当てて。そうそうそう、浮いてますね。あ、浮いてる。浮いてます。はいはい。お弁当食べてる間にもう始めてる。そうなんですよ。上から入れて。こんな勢いよく思いっきり叩くんですね。そうそうです。今簡単になんとなく叩いてるけどこれすごく難しいよね。いやめちゃくちゃ難しそうですよ。全然簡単に見えないやん。このハンマーこれ狙ったところ入れること自体が難しくて、うん、これもハンマーの入れ方もいっぱいあるんです。こっちから入れるのもあれば上から真下に入れるのもあれば、こっちからこう抜くのもあれば、その形によって叩き方も変えていくんですね。これ養成所とかで習うんですか。習いますけどざっくり基本的な部分、あとは現場で覚えていくっていうか、後輩の人の時もこうやって叩きながらレクチャーしながら教えていくと。ピンポイント狙いたい時はこう発射を狙う時はこれを添えて叩きにくいじゃないですかハンマー。これめっちゃ叩きにくい。ここ叩く可能性もあるんで、こういう時はここに添えて上から叩いてあげる。叩きにくい部分、はい、そうですそうです。でこう入れる時もあればこう入れる時もあるんですね。角度がそう、折る時はこっちからこう入れたりとか、しかもわざとこう足を力抜いて力ちょっと逃がし加減にしたりとか、調整まで。そうですそうです。見ないでこんなの上は、もう下しか見てないんで。あ、だって指とか叩いてもらえそう。そう、叩きました叩きました、山ほど。僕こんな鉄板で叩いたことあります。骨折した人も当然、滑ってバーンと指叩いて、もう粉砕骨折とかね。うわ昔はね、こういうのもあります。こう反対にして反対なんか、いけるんですか。そう、こう叩いてもらう。大丈夫ですか。でもこれ終われたら自分の練習ですよ。うっ、こういう式側のも低い位置もこれすごく大事で、これ間違えた式方するとダメなんで、はい、うん、こういう革がもうブラブラブラっと何十種類もあって、はいはい、高さを変えていかなくちゃダメなんですよね革っていうのは。はいはいはい。低い位置、叩く力加減とかもろもろね、その薄い革とか分厚い革があるってこと。そう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 、それに合わせて叩いていくんで、はいはい、その場所と隙加減によって高さと柔らかさとかいろいろ変えながら、あとはこの引く位置を間違うと全部狂っちゃうんだよね。隙側の位置一つでもどこに引いたらペラがどう曲がるから、この力加減でこの皮でこう叩いてっていうのを
こう頭で考えながらやってますね。ペラの中に皮を入れるのか、はい、出すのか、はい、中までここら辺までかましてしまうのかっていう、はい、引く位置もこの形によって変えないとダメなんですよね。でしっかり左手で押さえて動かないように、でハンマーはこう上から入れて、え割れちゃいそうな感じだけど、これだから引く位置を間違えたり叩く位置を間違えたら割れちゃうんですよ。あこう押さえて思いっきり手でいいですか、うん、とりあえず手で、はい、でこれ右手で叩く、はい、おお初ペラ叩き。こっちのでも体重の押さえ方もなんか怖いですね。コツがある、なんかだペラっていうの叩くと台が絶対こう動くから、はいはい、こっちの足でこっちを押さえるのね基本。なるほど、こういう、うん、そうそうそう、そこ押さえる、まず体がすごく硬い全然曲がってない、回転上がるようにしてます、ね、言われたことまんま言っただけだからこうあったら危なくない、そうそうそう、で叩いてくれる、足を押さえて、うん、そうそうそう、これが皮がね絶対動いたから、いやもう難しい、はい力いっぱいグッと、ここでこうですか、そう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 、で叩く叩けてない、それねカチャカチャ言うとあかんねん、これ動いてんねん、カチャカチャ言ってる、うん、え、なんでこう音が違う、押さえが効いてない、え、こう音が全然違う、はい、真ん中狙えてないで、もっと腰しっかり入れて真ん中思いっきり、しんどいしんどいしんどいめちゃくちゃしんどい、女子レーサーなるんちゃうの頑張ります、タマじゃないと師匠、どこに力を入れていいのか分かんないですね、分かる、どこに音が違うのね、例えばこうやってやったら全然違う、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 それはちゃんとしっかり力が伝わってる、真下に伝わってるってことですね、やんないと分かんないと思う、面白いです、あと足伸ばしてこう叩くとか、はいはい、こうやってこうやって叩いても普通にこのままストレッチ、そうそう、ストレッチしながら叩いて、ずっとこの体勢でいたら腰悪くしますよね、なりますよね、だって乗ってる時の姿勢もだいぶ腰に負担かかりますよね、まあ、これがゲージで言ったらワンセットなんですよね、エンジンが仕上がったらちょっとずつこう吸っていったりね、ゲージを自分のこう、はい、ヤスリで、へ人との差別化なんですよ、オリジナルの、そう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 、ちょっとずつ違うみたいな、ちょっと出しましょうよ、何を野添オリジナル、いらんいや欲しい人いっぱいいますよね、ルーキーは絶対欲しい、いやいやいや、だって分かんないですけど私もちょっと欲しいもん、いや使い道ないよ、いやなんか野添オリジナルペラっていうのは、はい、これ多分選手の知りだと思うけど、こっから水が入ってくるんだよね、はい、こう入ってきて、まあ、低速とかなんてこっちに抜けていく、こういう回っていくよね、こういう風にこういうのが、これで書くんよね、ペラって水を書くと1って、これピッチっていうよね、こう回るんで、ペラはね、こうピッチで水を書いていくんで、こうか、そうだ、そう回る、こう回ってるってことですよね、そうです、そうです、こうだからそれが乗らないと走らないんですよ、水を書くの全部ここなんで、これ40って書いてるでしょ、40って書いてます、その下が30ってあるでしょ、はい、こう下から下からこうこっからこう合わせていくんね、これゲージっていうのは3、4、5、6、7、8まであんねんけど、まあ、もっと90、100もあったりするんだけど、はい、ピッチを合わせながらペラの高さを下げたり上げたりするんですよね、下げてもピッチを乗る、上げてもピッチを乗らなきゃいけない、これも基本なんですよ、はいはい、ペラっていうのはこう叩くと反発でこう起きてくるからねそれも見ながら、これ顔っていうんだけどペラの顔、そう目が良くないと、まあ、これ枚数見て顔を覚えるっていうのが大事なんよね、はこうなってくると難しいですよね、あ真ん中当たって両方がこうする、はいはいはい、こう当たってるところに皮を引いて、はいはい、こっち側は肉厚がまああるんで、はい、叩いて、叩いて、ほら、すごい、ありがとう、職人技だ、すごいですね、これも力加減と敷く皮のと叩く場所です、え、こんな2発でぴったり当たるのないです、すごい、下手くそな人はあの2回じゃ絶対合わないですよね、合わないです、合わないです、合わないです、絶対合わないですよね、力加減も多く入れすぎるとペラが曲がりすぎるし、はい、緩かったらそこに合わってこないし、はい、曲がってこないんで全部複合的に見て叩いてもですね、だからざっくり叩いて最初で、日を追うごとに微調整っていうのもうね、こういう風にかますでしょ、こんな感じだよ、全然力入ってなさそう、キャベツ千切りしてるんかなってちょっといい音見てるね、これが変わるんよ、めっちゃ面白いですね、そう、繊細、まあ、これは奥が深くてゴールがないんですけどね、
辻井君とかでも藤島君もこうやって見て、もうずっとこうやってちょこ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 でもこうなぜるようにこう、こうやったりね。これだけでも入ってるんですよ。本当のそれも範囲がどん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 こう右単位になってくるね。これは回転の上がるペラです。ちなみに。これは回転の上がるペラ。上がるペラです。だから陰屋の人が使うようなペラです。ああ、はい。くださいそれ。使い道ないだろ。やっぱ陰屋になりたい。なんでマクリアじゃない。マクリアっぽいけどね。マクリアっぽいですか。普通のペラと音が違うのを後で聞き比べてもらうんだけど。音？音。ピットの音が違うから。これはすごい音になるよ。OK です。おお、できました。すごい、はい、ちょっと初めて野添さんのこと尊敬してる。おい待てちょい待て、聞きづらあげでしょ。はい、で、うわおお、で、これをね、はいはい、これで止まってるんですよ、うん、シャーピン、これ割りピンって言うんですけど、これだけ止まってるんですよ。こんな簡単なもので止まってるんですか。こんなすぐに取れちゃうんですか。でこれで、だいたい口に加えて、これで回して、はい、で、でこう回して、まあ、今日はもう簡易的にこう合わせて曲げて止める、これだけです。これだけなんだ、はい、これで外れないんですね。そうです。で再度これを下ろして、じゃあ次行きます。これ音変わります。音が変わるって、ちょっと、はい、ちょっと自信ないな正直。聞いててください。着眼もこうやってね、だいたい予測してもう入るんですよ。はい、すごい。はあ、できて。これで終わりです。これでまあ軽量ですね。おお気持ちよかったね、2年ぶり。うわちょっとやっぱ戻りたいなみたいなありますか。さすがにそれはないですけど、はい、やっぱ感覚的にまだ残ってるなと思ってね。乗ってる時に我々の中で答えが出たんですけど、はい、水の上が一番かっこいいですほんまにねえ、やっぱり陸にあんまり上がらないでいてほしいもん。いやいやいや、なんでずっと陸の野添さんだったんだから直線ってね、はい、いろんなパターンがあるんですよ。
見てください、はい、こういう人もいますよね。足見てください、足、はい、足にお姉さん座り、こういう人もいますよ、はいはいはい、でこういう人もいるんですよ、ちょっと右に足をで、こっちの人もいますよ、はいはい、左に足をして、でバラバラなんですよね、ここからこうっていかなかったんですよ、一発で、はい、でこの一発目の足の位置が大事なんですよ、はい、ここからこうやるだけなんで、はいはいはい、これが全てその説明状態から起きた段階がパーンと決まったまま立つんで、はい、だから こっちに入れてる人がいいのか、こっちの方がいいのか、平行がいいのか、はい、でなおかつカブリソっていうのはお尻が後輩のが一番いいんですよね、へー、ここがこの黒いところの中に入らないダメなんですよ、はい、はいはいはい、だこれ入るのがどこが収まりが何ちゅうの骨格の違いがあるんで、はい、いうのも探すのダメなんですね、このかぶり方でボート半分以上があるんですよ、へえ、野添さんはどのタイプの人ですか、真ん中です、真ん中の人、真ん中の今からちょっとだけ起こしだけやっていくんで、お、あの引きずらないんでパコーンと起きるんで、そこから見とってください、久々だとちょっと足決まって、痛みてるかどうかちょっと不安だったんですけど、僕自身の意識、はいはい、なかったんで良かったですね、所長、はい、今の所長の2パターンの走りを、はい、映像でちょっと編集しまして、はい、見比べてみましょうか、ほうほう、あ、そうですね、はい、では編集が終わったということで、はい、先ほどの走り見比べてみましょう、はい、はい、結婚式の最後のムービーぐらい出来上がるの早かったね、はい、確かに早いですおお、全然加速感が違いますよね、全然違います、はい、これ同じ握るゴミです、はい、全然違います、違いますね、違いますね、まあそういうことなんですよね、プロペラでこれぐらい変化がつけれるってことなんですよ、うわ、飛距離も全然違いますよ、飛距離飛んでる飛んでないのよ、だから言うたら回転を速く上げてるんで、まあ言うたら、はい、あれが伸びはないんですよ、はいはい、まあ、だから振るとこをどこにするかだけの話ですよね、ピット離れ握り込みにするのか、はい、間にするのか、後伸びにするのか、だからその伸びいいところをどこに振るかっていうのを一番手前に振った状態です、あれが、なるほど、初動に全てをかけた最初にね、だから下の方はノーマルです、はい、だから それあれだけ違うんで、当然スタートの握り込みのタイミングも変わってくるわけなんですよ、確かに全然違いますもんね、コンマ5秒は違うんですよ、ピット離れもかなり飛びます、あれは100飛びます、は、はい、飛びますし、例えばターンマークを10秒で握る人ならあの仕様にしたら 9.5 から 9.5 切らないとダメなんです、パチンと起きちゃうんです、はいはい、こんなに違うんや、俯瞰で見るよりこうやって映像をしてもらったら分かりやすい、はい、分かりやすいですね、後ろ姿しか見てなかったです、そうですね、わあすごい、いや見といてくれる、いや見てましたよ、はい、じゃあどうしたどうしたどうした、どうしても聞きたいことがある、何改めて、いやこれをすごい叩いてるじゃないですか、うん、すごい無心になってるって私は思うんですよ、うん、叩いてる時って、はいはい、こうプロペラと向き合ってトン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 、うん、ほんまに何考えてるんですか、何考えてることが多いですか、叩くとペラってこれ反発するんですよ、こっち叩くとこっちが戻ろうとするんですよね、こっちを曲げるとこっちが抜けようとするんですよね、うん、パズルみたいにしてました、こっち2回強くたらこっち1回補助で叩くとか、はい、こう曲がる工程を頭に描きながら叩いてたんで、人から見たらランダム垂れてるんですよ、ガーン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 垂れてるけど、こう踊ってんのを抑えていくみたいな形で、僕は何も見なくて、はいって渡したらもうゲージがクイーンと全部乗っちゃうんですよ、頭の中でこうパズルみたいにしてるみたいな、まあ、だから不思議って言われてましたね、よく、そうですよね、はい、現役行ってらっしゃるから鎌倉亮ちゃんと落合さんとか、まあ、加藤夏樹ちゃんとかにレクチャーしたんですけど、もう目が手になってましたこれ。ちょっと理解できないみたいな、ちょっと待ってください、何が起こったんですかね、手順人と違ったんで、なんかちょっと独特だったんで、それ我流ですよね、まあ、教えていただいた、まあ、あの先輩もいますけど、はい、我流です、ではここまでのお話を踏まえまして、はい、皆さんに推理を実践していただきます、はいはい、ボートレース尼崎にて、はい、G3 オールレディース競争尼崎ピンクルカップ最終日が行われています、はい、これから第12レース優勝戦の展示構想が始まりますので、うん、そのレースを推理していただきます、うん、はい、
ラスノリでね。優勝戦からまた全員強いんでしょ。そうよね、全員強いってことですよね。ただ今日が向かい風が強めで、だいたいこうやって多分仕掛け遅れてるんでしょうね。内側がなかなか届いてないっていう状況で、はい、これデコボコしてますよね。してるよね、はい、でこの中でパッとスタートタイミングなく見たら清野さんがバチバチに決まってるんよね。へえ。彼女の持ち味でもあるよねこれ。で最初序盤はあの仕上がって初日なんか足悪かったよね、はい、で整備してペラやって3日目ぐらいからなんかこう良くなったっていうのをコメントで出だして、はい、そこからもうピンピン2ピンピン3、4、2と。うわそう聞くとね、なんかメンバーだけ見たらなんか最初はやっぱ浜田愛知選手はさすがに逃げるだろうって、まあ、クイーンズクライマックス勝って、はい、今節も冷静な立ち回りで、もう別に出てる感じはないねんけど、もう冷静な心に余裕が持ててきてるのかなと思って、一つ大きなの取ってね。で実森さんのこれまあいいです。ここですよね。弘中さんも悪くないけどどうなのかな。これ本当に関野さんはもう序盤からもう評判なしだったんですよ。だからこの清野さんが言ってくれれば彼女も面白い。あ、ついてってくれる。はい、であと2号手の実森さんと鷲見さんというのはこれ師弟関係なんですよね。あ、そうなんですね。はい、広島支部の。わさてさてですね、これこれ清野さんって炭、ね、の絵切ったらむちゃめちゃ出すんですよ。へえ。初日も炭の絵なんですよ。そうなんですか。で次の説も本当ね悪いエンジン引いたんですよ、はい、むっちゃ出したんですよペラで。 なんでなんですか。なんかポイント掴んでるかな。結果そのエンジンそのままナンバー2まで上がったからね。綺麗に上昇カーブ描いて 30% ちょっとぐらいのエンジンがもう40何%で結構グランプリ出たからね、そのエンジン。炭の絵なら任せとけって感じや。じゃあなんかね、出てないの見たことない。調整もうまいってことですか。ね、うまいらしいね。僕はだから現場で会ったことないから、はい、人づてに聞くだけなんですけど、はい、ペラも熱心に叩くけど炭の絵に関してはね、見た目から出すもんね。もう目に見えて分かるぐらいの。分かります、分かります。絶対顔炭の絵の時、炭の絵の、まあ、新女王の浜田さんから行くのか。まあ壁は厚いけどやっぱり一発力ある清野さんから行くのか。はい、彼女ねスタート行き出したらバッチバチ行くよね。いつも人が追ってもいなくても行くんで、自分一人でバーン行っちゃうんで我が道を。そう、それが売りなんよ彼女。はあ。だからこの0808っていうのがまた0台行くやろなみたいな、なんかねイメージはね、はい、あるよね。2番もいいな。でも全員うまいもんな、もうここ見ても、うん、もう優勝戦だからね、うん、でも関野選手は118期だから私たちとデビュー箱押しの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 同期、私たちの同期だから出た。お父さんのレーサーですかね、大阪の大先輩、いますね親子。増えました増えました、ね、昔はいなかったそんなに。最近ここ数年で一気に増えました。あ、そうなんですね、うん。あ、確かにスタート性の選手、はいはい、いいですね、うん、いいですね。どうするどうする。あ、色見なかね。あ、色見なか、これも答え出てしまったね。答え出ちゃいましたね答えたまじ、これ答え出ましたね早いなやっぱり情報来てからもペンが進む進むめっちゃ進むわ外れたらいいの。いやいや、これもうデータなんで。そうで精密なデータなんで。そうなの。よし一言コメントも添えました。え、単純なの。いや違うんです、データです。全然薄いわ愛知支部最後 お仕事で変えられるんですね。いや、めっちゃ悔しいです。まだ降りたい社内売れっ子なんでね。いや、もう売れっ子じゃないから明日の場なんですよ朝一でオーディションです。マイナスからなんですから、スタートです、はい、じゃあ見てみましょうか、はいはいはい、ではナミちゃんから。私はもう清野選手頭4号前にしました、うん、本当は浜田有沙選手が逃げるって思っていたんですけど、やっぱりちょっと今節そんなにスタートが決まってないっていうのと、清野選手がスタートずっとバッチリ決まってるので、うん、まくっていって、うん、で浜田有沙選手の2着も欲しかったんですけど、うん、関野選手がついてったらもう4号あるんじゃないかなと思って4号前にしました、はいはい。たまちゃんはいかがでしょう。何を言ってるんですか。浜田有沙選手来ます。赤かったからです。赤かったからです123ボックスです。もうこれもうもしかしたらガミってるかもしれないそれぐらいのもう信頼度の高いボックスとなりました、はい、ここに来て123ボックス、はい、硬すぎたことをお許しください。データが全てなんです。
なんでこちらでお願いします。ちょっとこの後出しにくいですけど、私も123もちょっと何やってんですか。ちょっとね、タマちゃんのね、やっぱね、やっぱりね、ですよね。愛知笑って帰りたいですもんね。あ、そうなんですか、はい、今回当てたい。あ、そうですか、はい、前回までクロートみたいな会話してたじゃないですか。そうそうそう、1225も来そうやしね、見てみましょうか。はい、まもなく発送です。123ボックス流れは一通り上司ベテランのうまそうを見せたい6号艇すぎです。だからちょっと荒れた形の123ボックス。もうよくないよ。1番タバあ、マクタ4番5番6番であ、マクタ、うん、スタートしました。選手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 選これ刺したらいいの、刺せ、関野、あ、漏れた、うわ、うん、漏れたけど、漏れた、漏れた、漏れた、ひどくなったよ、スミさん、やばい、スミ選手、あら、やばいっす、え、ちょっと、逆ボックスだ、また、まだないことないよ、これ、開くから、あ、関野選手、ほら、いるけど、ちょっと、あー、もうちょっと伸びて。浜田選手、もう最後まで抵抗しに行ったんでね、ああなるといいのないですよ。うわー、でもすごい、アク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 、こうなる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 、出てるからね、関田選手。おー、さすが同期。まくらー、悪い悪い、もう自分が当たらないからって、人が外れるのは一番良くない。刺したいいよ、人の幸せ吹こうと思うタイプなんで。刺した、刺した、刺した、めちゃくちゃ上手。うわー、全然なんか、おー、満州だ。うわー、満州。それは浜田さんも売れるよね。これもちょっと安心して、これ安心だね、これ安心だね。彼女の持ち味が出たレースですね、これまた。これはすごい。野添さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お見事です。連敗からの2連勝で。2連勝で、よかった。こういうところで当てるんですよ、私は。さすがです、うん、データがね、データもあったんですけど、あの、人の幸せを吹こうと思うタイプだった。最悪ですよ。本当コンビでしょ、コンビで。ずっとこれ外れろ外れろって言って本当最低。ということで、今回もなべちゃんいかがでしたでしょうか。やっぱ当たるって気持ちいいですね。あ、やっぱスポートレースはちょっと当ててから、うん、こうもっと楽しくなるっていう原点に今帰ってまいりました、うん、ね、あとやっぱりその前々から土添さんが言ってくださってますけど、レーサーの特徴を知るっていうのがやっぱり大事なんだなって改めて実感できました、うん、本当そうですね。タマちゃんは今回いかがでしたか。いや、あの、朝来た時はなんで愛知に呼ばれたんだろうと思ったんですけど、うん、はい、こんな素敵な施設ですっごい勉強させてもらって、うん、これちょっと全国回りましょう、野添さん、全国回りましょう。なんでそんなの。ちょっと私、あの、ロケの楽しさに気づいてしまったんでいろんなところ回りましょう。 あちら側にいてる人に言ってもらっていいですか。お願いします ね、みんなで美味しいもんも一緒に食べながらね、行きましょう。全員が玉から目をそらしてスペシャル回ですけど、うん、そうですね、うん、いいと思いますね。またやりたいと思います、はい、てなわけで、はい、昨日より深い数理をあなたに。